バッキンガムシャーニュー・ユニバーシティは、イングランド南東部にある、バッキンガム州の都市ハイウィコムに位置する英国国立の総合大学である。国立大学としての認可は2007年と、新しい大学であるが、創立は1893年にまで遡ることができる、120年余りの歴史を有する大学である。もとは科学と芸術のための教育学校として1893年に、 設立されたが、現在では、教育分野の幅を拡張しており、約9000人以上の学生に、クリエイティブ及び文化的な産業分野、情報管理の分野、ビジネス、公共部門に関連する教育科目を提供している。キャンパスは、ハイウィコムがメインキャンパスであるが、他にもロンドン郊外のアックスブリッジにもキャンパスを有している。ハイウィコム技術学校1906教育を、 地域の居住者に提供するという目的のもと、税金から公的資金を集めるという方法を通り、科学と芸術のための教育機関として、ハイウェコム技術学校として1893年に創立された。ハイウェコム技術学校は、第一次世界大戦の後、戦争退役軍人に技術教育を提供し、地域において産業技術者を育成する上で、 大きな役割を果たしてきた。1963年5月6日に文部大臣であったエドワード・ボイル教により、ハイウィコム・カレッジ・オブ・アート・テクノロジーとして公式に改名が行われ、大学が拡張されることとなる。1975年に、ハイウィコム・カレッジ・オブ・アート・テクノロジーは、ニューランド・パーク教育大学と併合することにより、バッキンガムシャー・カレッジと改名された。 1999年3月、政府によって、正式に、大学教育機関として認可され、その名前を、バッキンガムシャー・チルターンズ・ユニバーシティ・カレッジと変えた。ハイウェコム・キャンパス2007年、数密院の承認を得て、正式名を、バッキンガムシャー・ニュー・ユニバーシティとして、英国国立総合大学として認定された。学生寮2009大学は、 現在二つのキャンパスで構成されている。従来からあったハイウィコムキャンパスとは別に新しく2009年にロンドン郊外のアックスブリッジキャンパスが開かれた。数年前まではさらにキャンパスを拡張する計画もあったがバキンガムシェアユニバーシティテクニカルカレッジのスポンサーとなる方向に計画は修正された。世界に提携校を持ちバリデーションあるいはアーティキュレーションという 国境を越える高等教育の手法を用い、ビジネスコースを中心に学位取得を可能にしている。日本においても、香港インスティチュート・オブ・ビジネス・アドミニストレーションにより運営される MBA 学位取得コースが運営されており、社会人向けの MBA コースがプログラムとして提供されている。2020年度のイギリス国内の総合ランキングとしては、ガーディアン氏で115位。 タイムス紙で120位と評価されている。世界ランキングではランク外。2013年12月のデイリーテレグラフに掲載された大学ランキングの創造的大学ランキングにおいてイギリス国内にある大学の中でも13位にランキングされた。また2013年11月に発表されたハフィントンポストの同じく創造的大学。 ランキングにおいては14人にランキングされ、ニューユニバーシティとしての経営と取り組みが高い評価を得ている。バッキンガムシャーニューユニバーシティは2つのキャンパスに2学部、7学科を有する。デザイン、制作、ビジュアルアート学科、スクールオブデザイン、クラフトビジュアルアーツ応用マネジメント、法学学科、スクールオブアプライドマネジメントローメディア制作。 パフォーマンス学科、スクールオブメディアプロダクションパフォーマンスセキュリティ、レジリエンス学科、デパートメントオブセキュリティレジリエンスコンピューティング学科、デパートメントオブコンピューティング看護学科、スクールオブプレ、クオリファイングナーシング社会科学学科、スクールオブソーシャルサイエンシズハット ABCD、テーブル AA、オールスティーデンツバインスティチューション、モードオブスタディ、レベルオブスタディ、 ジェンダードミサイル2006-07ハイヤーエデュケーション・スタティスティックス・エージェンシー2008年4月5日閲覧 https w w w t g u a r d i a n c o m エデュケーション何インターラクティブ2019準、-07 ユニバーシティリークテーブルズマイナス2 0二0 2 http コロンスプラッシュスプラッシュエットユ n l e d i t o r i a l p r o d s t a t i c a s s e t s s 3 a m a z o n a w s c o m スラッシュ2016スラッシュ bespok スラッシュ univrsit e は guite スラッシュ index.html ありがとうございます。